ツナサンドイッチ、またはツナサンドはツナを使ったサンドイッチ。アメリカ合衆国ではツーレイマヨネーズとセロリを加える。派生型としてツナボートサンドイッチ、ツナメルトサンドイッチがある。ツナサンドイッチはほとんどのアメリカ人の幼少期の主流、ないし、ある世代のオフィスの昼食の定番とされる。アメリカではツナ缶の52%はツナサンドイッチの材料になっている。 ツナメルトサンドイッチのフライドポテト添え若漏れとミニトマト入りのオープンツナサンドイッチツナサンドイッチは通常ツナ缶とマヨネーズにその他の材料を混ぜて作るその他の材料には刻んだセロリピクルスレリッシュのピクルスゆで卵玉ねぎきゅうりブラックオリーブなどを加えるマヨネーズの代わりにオリーブオイルミラクルホイップサラダクリームマスタード ヨーグルトを使う人もいる。好みに応じて、レタスやトマトのほか、きゅうり、アボカドなどの野菜や果物をトッピングする。ツナは、相対的に、高タンパク質食品で、オメガマイナス3脂肪酸を豊富に含有する。100グラムのツナと白パンのトースト2枚で作られた、ツナサンドイッチのカロリーはおよそ287キロカロリーで、うち96キロカロリーは、 脂質由来である。他の栄養素は、タンパク質が2 0ム炭水化物が2 7ムとなっている。ただし、ストキスト社によると、ツナの栄養素は、漁獲水域や季節による変動が大きい。よりサイズが大きい市販のツナサンドイッチは、蒸気の値よりも大きくなる。6インチのサブウェイのツナサンドイッチは2 3 7ムで4 8 0カロリー ナトリウム5 8 0ラム、タンパク質2 0ム、炭水化物4 4ムとなっている。ツナメルトサンドイッチは溶けたチーズをツナやスライスしたトマトの上に乗せ、トーストで挟んだメルトサンドイッチの一種である。ツナメルトサンドイッチはアメリカンスナックの定番メニューである。ツナボートサンドイッチはホットドッグバンズか長いロールパンを使ったツナサンドイッチである。 日本で市販されているツナサンドイッチ。日本でもツナサンドイッチは定番のサンドイッチである。ツナ缶、食パン、玉ねぎ、マヨネーズのほか、レシピによりサラダサイ、バター、塩、黒胡椒、レモン汁、砂糖、茹でたジャガイモなどを加える。山崎製パンの公開するレシピでは202キロカロリーである。ありがとうございます。